住宅屋さんのお守り、バニラ寝具で5人分。あ、ソーリー。ベビー、ハイチュウ、ハイチュウ。しけてんな。なんだこれ。ない、財布がない。え、ちゃんと探したの？いや、確かにここに入れたんだよ。今の女だ。本当にないよ。まあ、キスを取り替えたと思って諦めるんだな。可愛かったですからね。この一条真紀は美容師に憧れ東京に上京しましたが、生まれつきの村っ毛で学校は長続きせず退学しています。それ以降手先の器用さを生かしフリーのスリとして活動中、通称ゴールドフィンガーの真紀。いいからすんなよ、借りるぜ。てめえ気をつけろ。ソーリー。まあいっか。バカ、またあんたか。ほんとあんたのカードは持ってないんだから。今日はそのことじゃない。これトータルビューティーサロン。その手先の器用さがあれば一流になれると思うんだけどな。あなたは。あった、あった。親切のお尻はごめんだぜ。